ウィリアム・ケントウィリアム・ケントは、イギリスの造園家及び建築家。であると同時に、画家、家具設計家。歴史的には建築家としてよりも造園家として、重要な人物。今日、イギリス式庭園、風景式庭園と呼ばれる庭園を創造し続けた。英国式は、当時にあって、庭を含めたすべての自然が一つの空間として見える、最初のものとされる。 また、ケントの活躍した時代以降、カントリーハウスは景観を支配したり操作するのでほなく、調和するように設計されることとなっていった。ブリッドリントンで貧しい両親のもとに生まれた。1709年から11年間、ローマで絵を学ぶ。この間にサンジェラミーのディフィアミンギ教会のキューポラのフレスコ画を描いている。1719年、 第三代バーリントン伯爵リチャード・ボイルによってロンドンに連れ戻され、生涯を通じその友情及び保護を持続して受けた。バーリントン教の推薦で1726年に建築局のサーベイヤーに1735年には首席建築家及び建築総監代理に任命された。ちなみにケントは、教徒は正反対の人物で気まぐれかつ衝動的で、 指摘でなく、事実ほとんど、読み書きができないという具合であったことが知られているが、幸運にも、古典主義建築同様に、ゴシック建築まで設計することができた。しかし、バーリントン教が主要な設計依頼を通じて、剣とを正しいバラーデを主義の方向に導こうと、することに対しては、それに従ったという。絵を描く傍ら、1734年に、巨大なレジデンス。 ノーホークのホーカムホールを設計する。1730年、ファブリチア,アントクシュを観光する。カールストンハウスなど、パラーディオやウィトルウィウスのように、手掛けたインテリアは、雪中様式でデコラティブである。建築内部に施す装飾デザインや、家具デザインなども手掛けているが、デザインはかなり個性的で、豊かに彫刻が施され、贅沢な金メッキを施す。 これは一つにはイタリア・バロックの家具から、また一つにはイニゴ・ジョーンズからの影響と言われる。後にはイニゴ・ジョーンズについての彼の作品集のデザイン編集を担当し、1727年に出版する。すでに40代半ばに差し掛かっていた1730年になってからは完全に建築家に転向した。ケントの傑作のフォーカムホールは、 大理石によるアプス状の玄関ホールは、ローマのバシリカとウィトルウィウスのエジプトを結びつけることを基本としていて、円柱、各天井、主室へ導く、競り出した階段など、英国において最も印象深い室内空間の一つであるとされている。しかしほとんど大部分が、バーリントン級によって設計されたことは確証されており、 このことは外観のスタッカート的性質や浮き彫りのアーチの中のベネツィア窓のような典型的な特徴性の明白さに見られる。贅沢に金メッキされ、ダマスク線がかけられた大広間、精巧に彫刻されペディメントをいただいた扉枠、重厚なコーニス、および古代の大理石彫刻を置くためのニッチなどは、英国人のローマの僧ニセサに対する簡単を要約している。 1750年から1758年にかけて発表した最後の作品であるロンドンのこの駅平連大社は放課部の繰り返しで彼の死後ジョンバーディによって中央部に時計塔が付加された。ありがとうございます。